校ってどれですか。やめらへんのお前。かっこつけやがって。え？え？飲みすぎですよ。奥さん怒りますよ。上がってます。両の子はサラリーマンで出るんですよ。ちょっとすいません。ちょっと覚えておいてね、はい、課長ね、酔っ払った時ね、カバン記憶ってどっか置いてきちゃうから、ベルトにつけるの、ベルトに、あ、これ覚えてる。おお、そっちを飲むかい。なんだなんだ、楽しそうだな。楽しそうで悪いか。すみません、かなり酔っ払ってるもんね。まあまあ、飲みたくなる気持ちは分かる。何は課長、借りてね。名前だ。いいか、よくしよう。確かにな、お前たちが今日契約を取った。それは素晴らしい、ごめんね。もういいから、同期の見苦しい姿見たくないよ。何がいい、こっちは全然よくねえんだよ。何なんだよ、言いたいことだったらはっきり言え、この酔っ払いが。お前の部下のせいでな、うちの奴が怒られたんだよ。何を言ってるんだ。うちのやつが怒られたぞ、うちのやつが。課長、行きましょうよ。おう、行こう行こう。お前ちょっと酔っ払いすぎだよ。逃げろ。さあ、なんだよ、お前。ちょっと、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 本当ですか。うん、やば、終点だ。課長なら大丈夫だろ。急ぐ。分かってる。今はただここで必死にやるだけだ。それ以上先を求めちゃダメだって。でもお前の部下のせいでな、うちのやつが怒られたんだよ。うちのやつが怒られたんだよ。うちのやつが。うちのやつって言ってくれた。うちのやつって。誰かの役に立ちたい、誰かと一緒に働きたいなんて、そんなこと今まで考えたこともなかったけど、どんな小さな光でもいいんだ。小さくたって輝ける。誰だって光になれるんだ。たった1ヶ月だとしても、僕もあの光の一つに。Go ahead.